さあ、皆さん、こんにちは。のっつぉでございます。ということで、今回も全ゼロやっていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。前回ね、3章が終わりました。3章が終わったんですけども、リンと話そうっていうのが出てるんで、やっていきたいと思います。ということで、行きましょう。お兄ちゃん、待ってたよ。今ちょうど治安局下で EM が来たの。探しに行こうと思ってたんだ。近日中に市民って証明する資料は、これも前回読んだね。これ前回やめたんだけど、これを行きましょうか。今すぐ出発しよう。ストーリー集中モードに入ろうとしています。進行中は他のタイプの任務を進めることができません。よろしいですか？やった、さすがお兄ちゃん。お兄ちゃん、治安局からメッセージ来てたやつ読んだ？ちょっとは時代を考えてほしいよね。営業ライセンスの更新くらいでわざわざ治安局まで行かなきゃいけないなんて。もう前ね、免許の更新で行ったからな。今すぐ出かけよう。それならさっさと行って帰ってこよう。だね。取り扱ってる最寄りの文書はルミナ文書だってさ。さ、行こう。車で行くの？これ。新しいエリア、治安局ルミナ部署が開放されました。車や公共交通機関で行くことができます。おお、ここは初めてか。ルミナスクエアにあるんじゃないの、これ。治安局。いや、でも3章ね。なんかあの化け物の名前がサクリファイスっていう名前が分かったんだよな。治安局。なんか、物騒やな。こんなもんか。エミー。こんにちは。治安局ルミナ部署へようこそ。番号札を取って順番をお待ちくださいね。で、あなた以外には誰も待ってないですね。では、今日はどんなご用でしょうか？あれ、前も営業許可の更新にいらした店長さんですね。なるほど、市民と認証できる資料を見せてください。こっちで調べますので。資料を渡すと、若い女性治安官はテキパキと端末を操作した。ありました。新エリートヤノスク市民コミュニティは6分外。総合オーディオビジュアル製品のレンタルと商売サービス。店名はランダムプレイですね。ああ、間違いない。OK です。では手続きを始めますね。新しい申し込みフォームを渡しますので、記入をお願いします。記入が終わったら、営業許可に関する質問にいくつか答えてもらえれば大丈夫です。ここまでで質問がないようであれば始めてもいいですか？ああ、始めてくれ。これ以上お時間を取らせるわけにはいかないので始めますよ。テキパキテキパキやってくれ。誰誰誰誰誰誰？おおおお。どの視点やねん、それ。シーン。ああ、これな。エピソード関係ないんだ、これ。周囲には新たな報告が。久しぶりって感じではないのか。これは失敬。続けたまえ、主演班長。は。今回の作戦目標は山地氏組。荒事にたけ、もっぱら暴力犯罪に関与している武装集団です。リーダーはレイザー。自身の戦闘力と狡猾さで血の気が多く、攻撃的な構成員を多数取り込んでいます。特に警戒を要するのがこのジェーンという新顔。ジェーンだ。ジェーン持ってんだよな。ははは。彼女は直近において山地氏組の犯罪計画で幾度も重要な役割を果たしており、急速に組織内で頭角を現しつつあります。彼らが本作戦の目標です。まずは少数の精鋭部隊による突撃をもって組織の中心メンバーを叩き、山地氏組の弱体化を図ります。班長、俺質問が。どうぞ。山地氏組は荒事に長けてるとのことでしたが、おお、この人は前なんかランダムプレイに来てたよね。命知らずの集まりとはいえ、その辺の強盗とそう変わらない連中ですよね。治安局として特別の警戒がいるほどでしょうか。中心メンバーを叩いていくより直接アジトを壊滅させてしまった方がいいんじゃないでしょうか。それは。そうしたくともできないからだよ。少なくとも今はな。
セス巡査、君の理屈も間違いじゃない。誰だ貴様。山獅子だろうとなんだろうと、治安局の前では縦髪の長い大きな猫だ。恐るるに足らんよ。奴らの真に厄介なところはな、消えるんだよ。消える？うん。この無法者どもは犯罪のたびにフォローを通って治安局の手から逃れ、跡形もなく姿を消す。我々は全面的な捜査を繰り返し行ってきた。奴らが活動しているとおぼしきフォローエリアに対して組織を挙げたローラー作戦まで展開してな。惜しいかな、その全てはドローに終わっているが、君の報告遺憾ではそれも今日までだ。陳一案官、バイロン長官殿にご報告申し上げる。情報部の誘導により、ラマニアンホロー旧工事エリアで山獅子組のお尋ね者どもを捕捉したとのこと。突撃作戦を実行するならば今こそ好機ではなかろうか。この話っていうのはマジで外伝なんかな。なんかまあいつもなら三所の間の話とかさ、そういう感じで展開されるじゃんか。確実か、なんか今までとちょっと違うよねこれ。これ分かった。我々はこの作戦に多大な時間と資源を費やした。主演班長、君はこの意味が分かるな。はい長官、存じております。よろしい。本作戦は君の班にかかっている。必ず成功させてくれたまえ。いいな。必ずや。怪しいこの人。コードネームデコイ、これより開始します。デコイ。数時間後、デコイの作戦エリアにて。ああ、わおわおわおわ。前はセス君っていうのはいなかったからあれだけど。荷が重いんちゃうかお前ら。珍位その1。うんうん、これは珍位を操作できんのかな。前2章の間のやつでは珍位はね操作できなかったんよ。あ、いけるわ。いやこれすげえ、これ普通に叩いてるだけでいいね。セスクにつなげると。ナイスー。このスラッシュアックス的な武器かっこいいな。斧にもなるし剣にもなるしみたいな、知らんけど。確かに。あーセス、あー。なんかいい。誰もいねえよ。前方、山獅子組の精鋭。まあ、余裕でしょ。かっこいい。かっこいい。それはかっこいいな。ガンダムにもこういう武器あるやろ絶対に。班長、奴らカードキーは持ってませんでした。かように奥まった場所、鍵があるとすればここである。オッケー。なんだこいつ。何回か現れたのを見たこと確かにあるけど、真意の技見てみるか。必殺技かっこいい。なんで限定なんや。普通に使いたいよな。おお、権限を見つけたら直ちにダウンロードするがよい。これは回復か。エレベーターに乗って上へ。了解。班長、こっちにまだ山獅子組の連中だ。この先に人の気配も。
ところどころ回復用意されてんの、いいな。警戒、二次の方向。上か。あやつが、こたびの標的。はい。神妙にしろ。こうやってキャラクターと戦うのってなかなかないな。いや強い強い強い。負け夢な可能性もあんなこれ。こんな犯罪を許しはしない。よし、鉄くんの技を、あ、食らってる食らってる。ナイス。ちょ待て待て、どういうこと。威力が半端ない。オッケーやれてる。大丈夫。ジェーンは使ったことあるから何回も。だから威力半端ないんやけど。勝てるこれ。よし、ちゃんと避けた。大丈夫 か勝てるかこれ。これがね、気持ちいいんだよ、この。C のこれ。シーンのこれ。あだだだだ、タン。あぶね。ちゃんと、あれしてる？勝てる？ちょっとまだ、どういう攻撃してくるか分かってない。てか、こうやって人型のこういうのと戦ったことないもんな。大体人型って雑魚だから。エーテリアスかロボかみたいな。よう避けたな、さっきの。で、巡査も使いのと、いける。 OK、 新入さんいけるか。あぶね。避けられてる。敵なのかこの人は。でもね、なんかそのキャラクターの紹介のページにはさ、この人もさ、まあ、それはちょっとストーリーでどうなるかわかんないから今言わないでおくけど、キャラ紹介ってだいぶネタバレなんだな。すばしっこいな。成功法ばっかであくびが出ちゃう。正面から任すのがいいんだろ。大嫌いなんだよ、そのズルしようって魂胆が。そう、あたいはあいにくズルが大好きなの。だからむやみに動きたくなかったんだ。見ろ、迷子になっちまった。捕まえろ。うわ、最悪じゃん。これはエーテル物質、気をつけ。なんだっけこれ、スリーゲート。治安局もいるのよ、余計なことせず引けましょう。待ちやがれ。誰だ、来るな。市民に手を出すな、話してやれ。話せな。なら、お前が変わるってのはどうだ。よし、即決だな。やるな。どうだ、役に立ったろ。知ったな。大刑事、警戒を。司令班長、市民は3名、外傷なし。山獅子どもがおらぬ。バイロン長官の申した通り、またしても。待って、セシ君は。そんなことがある。セス君だけ行動してたよね。数時間後、治安局ルミナ部署のある会議室にいて。はい。
現場にいたジェーン以外の親衛隊は拘束済みです。ですが突如現れた市民のうち2名とセス巡査の行方が分かりません。証言では山地主組の捕虜になった可能性もあると了解しました。はい、前半装備を整えて待機、命令を待ちます。して長官殿の指示はいかなるものであった。こたびの失敗に対する我らの処分は、さようか。言わずともよい、ついにこの日が来たというだけのこと。机のものを段ボールに詰め装備を返却するとしよう。うむ、入局祝いの湯飲みは持っていても良いであろうか。何も退職辞職させられたってこと違うやろ。え、待ってください。先輩が想像しているような状況ではないですよ。作戦は失敗してなどいないんですから。哀れな周囲を、よほど答えたと見える。ジェーンとやらも含め山地氏組の親衛隊どもを逃してしまったのであろう。これを失敗と言わず何という。何、主は十分尽力したではないか。違いますってば。頭を撫でないでください。私の気は確かですよ。本当に作戦は順調なんです。少なくとも半分は。本来は全てが終わってから明かすはずだったんですが。先輩、山地氏組の突起事項は覚えてますか？隠れるのが得意で、フォロー内にある未知のルートを使い私たちの追跡を何度も逃れてきました。アジトの発見も困難を極め、根絶が難しい。ってことは何これ、まさかわざと捕まったってこと？しかりこの盗人どもは山の獅子などと名乗っておるが、その実は穴蔵のネズミではないか。今からでも遅くない。狩猟をネズミにすげ替えるべきであるな。それですよ先輩、さすがですね。実はもう分かっていたんですか？うむ、全く理解しておらなんだが、褒めてくれる分には一向に構わぬぞ。あれ、先輩が今言ったことですが、実はそれこそ上層部が長い間準備してきた正真正銘の作戦なんです。彼らのリーダーをネズミにすげ替える。周縁さんはテーブルの上にある証明書を手に取り、チーンに渡した。誰の視点なんやこれこれ主人公が言ってるか。ジェーンの顧問証明書、治安局認証済みのスタンダードな ID カード、硬質プラスチック製、ジェーンが犯罪行動学外部顧問として雇われた時に撮られた素顔の証明写真が入っている。あー、これやっぱジェーンもやっぱ捜査官みたいな感じなんだ。ふむ、ジェーン・ルー、治安局犯罪行動学外部顧問とな。こやつはこちら側の人間であると。はい、ジェーンはずっと私たち治安局の協力対象であり、今回も内密に連携しています。彼女こそがネズミ、本作戦におけるデコイです。それはセス君も知ってんの？なんかそんな感じじゃなかったよな。山地氏組内部に潜入したジェーンが組織の信頼を勝ち取り、上層部に取り入ることで彼らのアジトを明らかにする。これが本作戦の真の狙いなんです。大胆不敵な、とはいえ功を奏したようであるな。セス亡命、真面目が行き過ぎて融通が効かぬと思っていたが、あれでなかなか芝居上手だったというわけか。我は誠に捕らえられたとばかり。ほっほっほっ。ご本主演よ、ここは共に交渉すべきところであろう。何故一層顔を青くしておるのだ？先輩、私は確かに作戦は順調だと言いました。少なくとも半分はとも。もう半分というのはセス君なんです。彼も巻き込まれた市民も意図してのことではありません。つまり彼らは本当に山地氏組に捕まってしまったんです。
まあ、これは別に作戦じゃねえんか。作戦なのはジェーンが、その、山獅子組にいることが作戦であって、捕らえられたのは、まあ、そら市民が捕まるなんて予期できないしね。その頃、このバレンツインズのホローエリア。バレンツインズってお前。つい最近行ったかな。けど、決められた感覚でノックされないと開けちゃいけない掟だ。ちんたらしてんじゃねえぞ、てめえ。今日来たばかりの新人か。ああ、ここってバレーツインズのフォローエリア。ご明察で、ジェーンの姉子は初めてでやしたね。ここは中継地点の一つ、アッシラのホーム、獅子のねぐらの最寄りでさ。でも行った時にはいなかったよな。バレンツインズ行ったけど。ま、起きてじゃあボスがいいと言わない限り使っちゃいけないんですがね。そうだ。だからここを使うならボスの許可が必要で。この俺を疑ってんのか。一体何様だ、てめえは。では、俺様ならどうだ。うわ、ボス。さらにガタイのいいやつが出てきた。あれは、山獅子レイザー。中継地点の掟、門番の掟、山獅子組の掟、どれも俺様が決めたものだ。なんかエンデバーみたいに来たわ。掟は守るためにある。貴様らはそうは思っていないようだがな。なぜだ。ボス、俺たちは、あたいたち治安局に待ち伏せされたの。あっという間に囲まれてさ、突然だったからもう大混乱。急いでここへ撤退しなかったらまだ何人かはあそこにいたかもしれないわね。そうですぜ、ボス。俺たち治安官をとっ捕まえたんです。ほら、貴様がやったのか。え、それはジェーンが。ボス、またまたジェーンの姉子のお手柄でさ。姉子が煙を焚いて治安官を足止めしてくれたんです。アッシュラが脱出できたのもそのおかげってわけで。約束を守らなかったな、汚い連中め。捕まえたわけじゃないわ。このおバカさんは市民の身代わりに自分から人質になると言ったの。お人よしよね。よくやったジェーン。その時が来たら貴様は正規の親衛隊になれるだろう。おお。いいか、治安局の愚か者どもはまだ諦めないだろう。奴らの計画を調べる必要がある。これはアーマーのせいで大きいのか、もともとこいつの合体がいいのか、どうなんだろう。貴様らはひとまずここで目立たないようにしてろ。安全にアジトに戻れるよう後で人をやる。いいな。はっ、山獅子万歳。ふう、やっとだわ。ここが噂に聞く秘密の中継地点ね。治安局が随分時間を費やしたのは無駄じゃなかったみたいね。彼らのところの人間さ、騙されてた。唯一の変数はあの治安官セス。彼、捜査課の新人じゃなかったかしら。計画の詳細を聞かされてないの。なんだってこんなところで捕まってるのかしら。計画が変わったなんて聞いてないわよ。念のため次のステップを進む前に彼と話してみた方がいいわね。俺さ、思うに、確かにどうなったらバレるかもわかんないからさ、少数が知ってるべきことだと思うけど、せめてこの人には教えとくべきだったんじゃないかって思うわ。まあこんな演技できないか。おとなしくしてろ、ぶん殴られてんのか。あ、ジェーンを扱うんだ。へえ。マジで特殊なストーリーやな。抜けられないんだ、こんな結束バンドごとき。
力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんたここに来る途中でチクッとされたでしょ。あれ筋弛緩剤だから、今みたいに立っているだけ十分すごいわ。筋弛緩剤だと、道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。あら残念だけど、全員が撃ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドを五と木なんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。まあ、力は本物なんだろ。まあ、あんな大剣振り回してるぐらいやからな。お前は頭も良くて実力もあるのに、どうして真っ当な道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。あたいをまるっきり知らないってわけでもないのね。当然だ。お前のファイルには全て目を通した。ジェーン・ドゥ、最近山地氏組に加入し、優れた手腕と頭脳で組織内での地位を高めてる。今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それからファイルを見る限り、お前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍、その上卑劣で手段を選ばないけど、それだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いてどうするの。とりあえずそう仮定する。俺はそう信じてる。それに山獅子組の他の奴らと違って、お前にはまだ善良なところが残ってる。今までのちょっと行動とか見て、あれなんだ、それを理解したってこと。セツ君に伝えてるわけじゃないんだもんね、この人が。潜入してる人、潜入してる捜査官みたいな感じじゃな、感じっていうのは伝わってないんだもんね。残ってるよな。とにかくジェーン、お前はまだ選べる。真っ当な道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら、俺の個人的な信用を担保に治安局には酌量の余地を認めさせる。その上で公正な裁判を行うと約束しよう。これでどうだ。あんたセスよね。そうだ、それが俺の名前だ。それが何か関係あるのか。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ、背中に何を隠してるの。私は何も隠してなんか。勘違いしないで。交渉の価値がある人質は治安官だけ。あんたたちがちょっとお手手足をなくしたところで誰も心が痛まないんだから。さ、何を隠したの。待ってくれジェーン、急にどうしたんだ。フォローで犠牲になった人の体でまずネズミにつつかれるのは目だって言うわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。私は何も本当に何があったの。これが最後よ。一体何を隠した。水だ、飲み水だよ。連行されてる道中残しておいたんだ。俺がそうさせた。攻めるなら俺を攻めろ。ウルウェル人質が背後から水のボトルを取り出す。急ごしらえの牢屋の中はそっと数沈黙に満ちていた。セス治安官、優れたエーテル適性と身体的素質があり、腕も立つ。正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ。俺のことを知ってるのか。ちっとも知らないわ。けどあんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない、善良だからすぐ人を信じる、忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することにあたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だって
ここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ見張りはどこ。ここへ来て。ジェーンの姉子、お呼びですかい。人質をよーく見張ってて、待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。彼が飲みきるまで他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと。ほら、水が大好きなんでしょ。たっぷり飲ませてあげるわね。3倍でどの量。2リットル3倍、6リットル。そう思ったら飲めないことも。いやでもお腹タプンタプンなるわ。この無鉄砲バカ、本当にただ巻き込まれただけなのね。しかも絵に描いたような真面目くん、彼に実際の計画を教えたとして万一も口を滑らせたらたまったもんじゃないわ。予想外の厄介事が増えちゃったわね。一応軽く脅しておいたし、少しは警戒して慎重に行動するよう祈りましょう。いずれにせよ要救助者がいるならまず脱出するとはっきりさせないと。山地組のねぐらを徹底的に洗うっていう最終目標は変更なし。まず中継地点の下っ端どもから情報を引き出してみましょう。お前に話すな、これ。状況は、ジェーンの姉子、俺は異常なしです。足腰にはまだ効いてないですし、侵食しよう万全円です。それでも心配なんで、さっき、抗侵食薬を使ったばかりですが、だからあんたの対象なんて聞いてるのよ。人質の状況に決まってるでしょ。それと侵食師匠に異常がないなら、抗侵食薬がもったいないわ。すみません、姉子。その人質も異常なしです。連中には抗侵食薬を2倍使ってますが、そっちもやめた方がいいですかね。人質にはそのままでいいわよ。防護装備を持ってないし、侵食対策は十分にやっとくべきだわ。他に問題は？人質からは何の要求もありません。シリオンの治安官がずっと俺に説教してくんのを覗けばですが、あの口ぶり、まるで道徳の教師かってくらいで。けど大丈夫です。兄貴たちが奴に何たら罪を使いましたからね。拘束を解けるわけでもなし。俺としても安心して奴を煽り倒せるってもんですよ。あたいは何か問題が起きてないって聞いてるの。それと必要もないのに治安官を煽らない方がいいわよ。すみません、兄貴分の監視は、だいたい人質にそういう接し方をしてたもんで。自分に合わないことを無駄に、無理にすることはないわ。うん、あんた、ここへ来てどれくらい？俺はずっとこの中継地点の見張りです。でも、命令受けたのは今日の午前だったから、だいたい半日くらいですね。組に入ってどれくらい経つのかって聞いてるんだけど、まあ今、とにかく人質の見張りを任せたから、何も起きないとは思うけど、念のため、ね。はい、俺頑張ります、ジェーンの姉子。使えねえ。緊張してんのかもな。好きそうだし、姉子のこと。10。あまり触らない方がいいわよ。ジェーンの姉さん、今なんて。腕が痛むんでしょ。治安官にやられたとこ、無駄に傷口を圧迫すると筋肉が裂けちゃうわ。嘘だ。軽く触っただけですぜ。言って、あわわわわ。信じる気になったかしら。し、信じます、信じました。俺はどうすればいいんですか、ジェーンの姉さん。ああ、仕方ないわね。この中継地点の物資、リストか何かにまとめてるでしょう。あんた向きの医療品があるから見てあげるわ。物資のリストっすね。すぐにお持ちします。あばばばばば。下っ端経由で、保管物質のリストを楽に手に入れることができた。ジェーンは表情を変えず、重要そうな物資に目を通して、この中継地点の位置づけを推測した。対侵食薬に、防護用の装備、相当な量を備蓄してるわね。大勢を長時間駐留させられるようにしてるんだわ。生活用品まである。この中継地点、あたいが思ってるより重要そうだわ。よし。どうです、ジェーンの姉さん。使えそうな薬とかありましたか？この二つね、塗り薬、飲み薬。朝晩一回ずつ痛むとこに塗っときなさい。わかりやした。飲み薬の方は飯の前ですか？飲み薬ってのは風船ガムよ。薬を塗った後、傷に触っちゃわないように気の紛れるものでも口に入れとくのね。おお、わかりました。ありがとうございます、ジェーンの姉さん。
慕われてんねん。おめでとう、なんで？もちろん昇格のことに決まってますさ。レーザー様がおっしゃってたんじゃないですか。姉子を深淵隊に加えるって。さすがジェーンの姉子。お祝いするにはまだ早いわ。その時が来たらって。正し書きがあったでしょ。いやいや、そんなのあくまで体制というか、もう昇格を果たしても当然ですよ。明日は分かってやしたぜ。姉子ならやってくれると。なんて言うんですか。水中のものにあらず。池中のものにあらずでしょ。そう、それそれ。深淵隊になったらこういう中堅地点も、じゃんじゃか、あれが仕切るようになってくるんでしょうね。その時が来たら、ぜひ、足や下々のことも引き立ててやってくださいよ。あら、口が上手に話に出たから聞くけど、中堅地点が深淵隊の管轄なら、ここから、獅子のねぐらへの移動も深淵隊が仕切るのかしら。そういう機密は足にはわからないですが、毎度、獅子のねぐらに引き上げるときは、ボスか深淵隊の先導でホローの中を行くでやさ。あっしもこの中継地点に来たのは一度や二度じゃないですぜ。なるほど、わかったわ。あんたはもう休んでなさい。ジェーンは、隅の静かな場所に移動すると、今後の計画について思いを巡らせ始めた。さてと、そうそう状況を整理すべきかしら。考えることがたくさんあるわ。一つずつ片付けましょう。物資について。物資のリストを見る限り、この中継地点には豊富な物資と十分な人員が揃ってる。言い換えれば、ここは山地氏組にとって比較的重要な隠れ家ということね。構成員の話では、彼らはハホローから撤退するときや、獅子のねぐらに向かう場合、常に幹部クラスのメンバーに従って、各中継地点を経由する。つまり、中継地点は名の通り、獅子のねぐらと外部をつなぐ経由地の可能性が高いわ。人質の見張りは新人みたいにおどおどしてる。脅してよし、騙してよしの逸材だわ。見張りを突破して人質を助けるのは難しくなさそう。こんなところね。自分へのご褒美に栄養バーでも一つ食べようかしら。少なくとも 今のところ自体はそんなに悪くなさそうだわ。最大の不確定要素はレーザーがいつ戻ってくるかわからないことね。あいつが戻ってくる前に獅子のねぐらの手がかりを見つけて、人質を連れて離脱する。なるはやでね。それが最良だわ。まずは中継地点周辺を探索してみようかしら。ここを通ってねぐらに行くならきっと何か手がかりがあるはず。もう本当にこれも最初から最後までジェーンを操って。あれ？ボンプいる。顔が怖え。勝ち込みボンプだって。可愛いけどな。ご苦労様、出入り口で何か動きはあった。ジェーンの猫、ご苦労なことなんて何もありませんよ。出入り口は万事正常です。よし、このボンプはあなたの？キャロットは？ああ、こいつは中継地点のボンプです。ここら一体のキャロットデータが記録されてますよ。ボスが出かけに更新したもんです。わかったわ、それじゃあ。あんたに見張りも頼もうかしら。ああ、見回り？どこ見守るんです？中継地点にはこんな人がいるのよ。人質もね。心の安全を確保する必要があるわ。近くうろついてるエリテリアスも何とかしなきゃ。エーテリアスの相手をしろっておっしゃるんですか？俺一人で。あら、行きたくないっていうの？今のがボスの命令だとしてもかしら。何言ってるんですか？俺がボスの命令に逆らうわけないでしょ。ただ、その、あれがも知ってるでしょ。あれが、ですよね。その肝心なのは、俺が行きたくないってことじゃなくて、ほら、とにかく俺が、その、はいはい、言い訳はその辺にしときなさい。相手の物資から二人分を養分にくれたら、代わりに値が言ってあげるわ。はあ。本当ですが、いや、よかった。ジェーンの姉子は話がわかる。しかも強い。レーションやら薬やら、一番いいやつを融通しますよ。よし、これで離脱する時の物資も目処が立ったわね。それじゃあ、ジェーンの姉子、いつ出発なさるんで。ボンバーちょうだい。すぐに出るわ。物資の準備、忘れないで。わかりました。とんじゃ物資を見繕ってきますね。安心してください。入ってますよ。調査を始めようかしら。目標はあそこね。コンソール。システム実行中。最低でもレベル3の構成員権限を提示してアクセスしてください。ビルのセキュリティシステムまで利用するなんてやるじゃない。これは権限カードの認証が必要ね。他のエリアも探してみようかしら。ちょっと俺無理なんだ。あ、エティアス。
いけるか？なに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 これ。高出力の警備用レーサー。無理せず回り道した方がいいわね。これは？うん。真新しい箱だわ。きっとギャングのものね。防犯扉だらけだね。役に立つものがあるかもしれないわね。これは？いや、そう簡単にはいかないわね。あ、回復ある。え？あ、権限カードあるわ。まっさらな権限カード。ラッキーね。試してみましょう。なんでそんなとこ落ちてんねん。落としたやつリーダーにコテンパンにやられそうやな。システム実行中。有効なレベル3構成員権限を検出しました。アクセスを許可します。警備モジュールを停止しました。エリア内のエーテル活性上昇を検出。空間裂け目の出現頻度上昇。慎重に進んでください。いいわ。開けてみましょう。ツインズパレス。いける？あ、デニー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 。最高最高最高。デニーは欲しい。システム実行中。有効、あー、オッケー。レーザーね。これを毎回やっていくのか。今度はなんだ。何これ。情報があるかもしれないわね。確かめましょう。何これ。やっぱり、ね、そう簡単にはいかないわね。映画館みたいやん、これ、映画館。映画館みたいやんか。ね、でも、めちゃくちゃ簡単だったわ。ああ、オッケー。毎回これ使うのか。権限管理、いいわね。こいつをいじれば、このカードの権限をレベルアップできるはずだわ。権限の上書き中、レベル2幹部権限を付与しました。このまま先へ進めそうね。何をするんだろう。今度は？ツインズパレス。この先の道は行き止まりだったエリアの上に通じてるわ。これいつの時系列やってるやつ話な。俺らが行ったあの後なのかその前の話なのかって話よね。システム実行中。あー、オッケー。NLF1 強化ドアを閉鎖しました。エリア内のエーテル活性上昇を検出。空間を裂け目の出現頻度上昇。慎重に進んでください。回り道成功で調査を始めましょう。オッケー。どうやって行けるかどうかってことが。逃げる脱出ルートを探してんだろこれ。システムてて壊れてる。あーはははは、バグってるわ。権限管理も、でもインターフェースは周りが崩壊寸前で、ね、内部はもう侵食されてるみたい。ああ、そっか。あら、アクセスポートがまだあったわ。これで権限カードのレベル勝手にいじれちゃうわね。ラッキー。ははは、最高。レベル5新鋭。いいね。このまま先へ進めそうね。最高じゃん。お前、ナイス。システム実行中。レベル5。これが最強なんだよね。GL7 強化ドアを、閉鎖しました。いいよ。開けてみましょう。うわー、爆発する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 。また仕掛けがあるわ。迂回した方が良さそう。帰るべき？帰るべき、帰るべき？システム実行中。これでもポンプついてきてんの大丈夫なの？まあ、ええか。これが最後のドアであることを祈るわ。やっとここまで来れたわね。いや、長かったな。長いってこともねえけど。なに？あ、こいつミノタウルスか。俺が勝手にそう呼んでるだけやけど。よし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 。OK、アクセス。もっか、なに？拒否？なんで？レベル5、レベル5の深淵帯権限でも開かないの？これはちょっと予想してなかったわね。
IY36 通路のセキュリティ引き上げ、エリア内のエーテル活性上昇検出、空間下げ目の、あ、OK。強行手段じゃダメ、仕方ないわ。一旦中継地点に戻りましょう。時間もあまりないし。獅子のねぐらの手がかり、何か見つかるといいけど。おかえりなさい、ジェーンの姉御、お疲れ様です。口先だけのねぎらいはいらないわ。あんたに集めさせておいた物資は。全部準備できてますよ。安心してください。今すぐ持ってきましょうか。今は言えば必要になってから言うから。わかりました。他に用がないようでしたら、俺は見せ物の方に行きますね。見せ物、見せ物って何よ。もうすぐ始まりますよ。ほら、あそこ。途端にさながら乱闘寸前の酒場を彷彿とさせる幻想が生じる。休憩中の組員たちによる人書きが二つの人影の周りに出来上がっていった。人影の一方は野生ギスでも一方はたくましい。どういうこと？急に騒がしくなってきたわね。囲まれてるのは見張りの子供かしら。それと声のでかいあいつね。今なんつった？俺は人質の食い物を横取りするのはまずいって言ったんだ。俺に説教しようってのか？それで何をご教授くださるってんだ。ああ、いや、そうじゃない。ただ状況を説明しているだけというか、俺たちが人質を見張ってるのはボスの命令だろう。奴らの食べ物、水も、なんたらなんたらも、勝手に減らすのは。だいぶ離れているはずの人質が隔離されているあたりから、元気な声が響いてきた。そうだそうだ。ああ、それとあの治安官に使うなんたらもな。またしても人質たちの方から大声。それはいらない。つまりなんだ、あの治安官の犬を養ってる間、俺らにひもじい思いをしろって言うんだな、おい。ただ、中堅地点の人数に合わせた配給にしないと、配給にしないとって言うだけで。ああ、それとやつは、厳密には猫のシリオンじゃ。まだ俺にケチをつけようってのか？煽り体制がないわね。獅子のねぐらの手がかりもまだ見つかっていないのに、こんなとこで人を悶着を犯されてたまったもんじゃないわ。早く止めないと。ヤジ馬たちからが、けたましい、声でブーイングを入れる。もはや殴り合い待ったなしという雰囲気だ。こいつさっきも止められとったやんが。なんでお前、守らんねん。ボスがいないからいい格好しやがって。おい、大丈夫か？そうだそうだ、つってた。これ見張ってたやつよね、さっき。一体何事？何を言い争ってるの？ジェーン、これは男同士の問題なんだ。すっこんでろ。このビビリ野郎に山獅子組の掟を教えてやるのさ。すっこんでろ、あたいに説教するつもり。一体何をご教示してくださるのかしら？がたいのいい凶暴な組員はいよいよ激高し、その怒りの矛先はあくまで反抗的なジェーンに向けようとした。しかし、次の瞬間。本当に俺はただ、この見張りに掟を教えてやるだけだ。新入りとはいえ、山獅子組の構成員が治安官にビビってやがるようじゃ、組のメンツが立たねえ、ボスのメンツもな。いや、まあビビってるっていう方だ。黙っとけ。まあ分かったよ。ずいぶんあっさり引き下がったわね。少しは分からせてあげないといけないかと思ってたけど、まあいいわ、手間が省けたし。みんな聞きなさい。ここは旧市街のスラムでもなければ、ハイトの市場でもないわ。うんざりするフォローの深部よ。あたいたちは遠足に来てるわけじゃないってこと、肝に銘じてちょうだい。今こうしてる間も中継地点の周りには ATS が徘徊して、その向こうでは治安局が巡回してるのよ。我らがレーザー様はすでにこの状況から私たちを救うために苦難してくださってるわ。これ以上面倒が増えるのはあなた方も良しとしないでしょうね。休むべきものはよく休みなさい。トラブルを起こすエネルギーがあるなら、治安局と対峙するときまで取っておくこと、分かったわね。集まっていた構成員たちは、まあまあ息の合った返事をし、徐々に散っていった。中継地点に平穏が戻った。よし、あのうるさいのがしょげてる隙に、仕掛けについて情報を集めておきましょう。うるさいの。うるさいのってセス。あ、じゃなくて、こいつか。くそ、なんで俺にばっか。お前は。さっき言い返したのか、すごく良かったぞ。俺が見込んだ通りだ。
何言ってんだ、それとあんま喋んな。仲良さそうやな、お前ら。ん ?2 件か。まあ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 。かゆい。触るなって言ったわよね。ジェーン、何語塗り薬めっちゃ効いてますよ。傷口が痒くて痒くて、ああ、かき虫痛い。変な病気になりたくなかったら、じゃ、我慢しなさい。ガムは噛んでますよ。もう半分なくなっちまいました。でもやっぱ痒いんですって。聞きたいことがあるの。答えてくれたら対処法を教えてあげてもいいわよ。この中継地検で物資の割り当てを管理してるのはあんたよね。ここを建てた時、仕掛けや設備の宅へどこから持ってきたの。物資管理の下っ端はガムを噛むことこそやめなかったものの、わずかに顔つきを変えた。ジェーン、ナネゴ、そんなこと聞いてどうするんで。さっきこの辺をぐるっと見回ったの。結構な設備が侵食されてたわよ。エーテリアのせいか、エーテリアスのせいか、単に運が悪かっただけがわからないけど、前もって予備が欲しくなったのよね。なぜです?そんなの今、ジェーンの姉子は悩まなきゃならんことでもないでしょう。当然お手柄にしたいからに決まってるでしょ。レーザー様は時が来たら値を、新エンターにって言ったけど、値としてはただ待ってるのも嫌なの。もっと出しゃばりたいのよ。物資管理の下っ端は、微妙に真面目な顔を数秒間保った後、すぐに表情を緩めた。へへへ、もう待ちきれないんですがね。ジェーンの姉子、意外と出生なんぞ気になさるんですね。あの設備どもの出どこはそれぞれ違うんです。大部分が現地材料を集めて作ったが、かっぱらってきた転売品です。姉子、修理がしたいんなら、闇市あたりを当たってみるといいですよ。覚えておくわ、それじゃあお大事にね。ちょ、待ってくださいよ。この辛いかゆみをどうにかしてくれるんじゃないんですか?ガムの噛みすぎでもう顎が痛くなってきてるんですって。あら、そういえば言おうと思ってたのよ。そのうち顎の痛みが腕の痛み、かゆみを上掛けしてくれるわ。これで解決よね。は?ははは。まあ、それで解決できるならええけどな。またお前か、今度はなんだ?もう少し声落とせないの?ルカの前で怒鳴るなとか抜かしたかと思いきや、俺の喋り方にまで口を出してくんのかよ。でかい声出しちゃいけねえなんて起きてはないだろうが、ああ?メンツを取り戻したいと思わないの?あたいの話を聞く気があるなら声のボリュームを絞りなさい。思う。はははは。聞いて、力で威圧しても反感顔だけよ。権威ってものが欲しければ暴力以外の強みを見せなきゃ。こんなこと分かったら。もちろん分かってるか。おい、具体的にどうすればいいんだ。ああ、あんたは山地市でも古株で、あたいよりも長く組にいる。少なくとも組のことはよく知ってるんだって、兄弟たちに示すことくらいできるでしょ。例えばこの中継事件だけど、あんたここのルールをお勉強中なんでしょ?その成果を示してみなさい。ここに従中している人数は?物資を備蓄する基準は?周辺エリアどういう状況になってるの?ああ、へえ。受注してる見回りチームが、招待規模。物資は、侵食安全サイクルの大体3周期ごとで備蓄してる。周辺には、撤退用の仕掛け通路があるな。当然、仕掛けの通路の開け方くらい知ってるわね。いくつか仕掛けを突破しないといけなかったはずだ。その後で1000人のやつが持ってる、特別製の電子カードキーで開けられ。ん?これは兄弟たちに喋っちゃまずいやつか?もちろんダメよ。あんたに機密保持の意識があるか試したの。気づけて偉いわね。とにかく、そういう知見をフルに使って兄貴分らしい素質があるって証明することで、何でもかんでも殴って回るんじゃなくて。頑張んなさい。物資の分配のことは、あたいが何とかしてあげるわ。なるほど。最後の仕掛けには専用の電子カードキーがいるわけね。ジェーンは悠然と歩きながら今後の計画を整理し始めた。重要な情報が手に入ったわね。対策を考えないと。どこから始めようかしら。最後の仕掛け、まあこれをクリアせんと無理だよな。中継地点付近の通路にある最後の仕掛けを開けるには特製のカードキーが必要。設備そのものを質の悪い寄せ集め。つまり電子カードキーを偽装して強制的に解除するのは難しくないわ。
それに治安局ならそのための設備がある。食料や薬などの物資について。物資を人質に分けることに組員たちはご不満みたいね。このままじゃ遅かれ早かれ、あたいには制御できなくなるけど。適当な食料と薬があれば丸く収められそう。組内でのあたいの発言力にも拍車がかかるわ。どうやら一度外に出ないといけないみたいね。治安局の部署からこっそり万能カードキーを拝借してこなきゃ。それと食料に薬ね。中継地点の子たちのイライラが人質に向かないようにしないと。物資の買い付けも急務だわ。出入り口の彼と話をして、ここから出る方法を尋ねましょう。出入り口の門番に話しかけると、バレーツインズエリアに行くことができます。おお。あれかな。ビクトリア火星と会った場所かな。つまらん。なんだか残念そうね。そんなにノジウムが好きなの？ジェーンの姉子、ノジウマだなんてそんな。俺たちは誰だと思ってんです？泣く子も黙る山獅子組ですよ。暴力こそ俺たちこそ暴力。獅子たるもの、常に爪時は研いでおかないと。身内との切磋琢磨は当然ですって。いいこと言うわね。じゃあ次の見回りはあんたに代わってあげるから、存分に爪と牙を研いでらっしゃい。それは姉子の言う通り、見回りはいい機会ですけど、ただ、あなたもご存知でしょ？あれが何でね。行きたくないわけじゃなくて、その、ほら、あれがですね、とにかくあれで。はいはい、あんたは爪と牙よりも口先を研いでおくわけね。聞いて。中継地点からの出口、あんたが任されてるよね。あたい、ちょっと出かけたいの。フォローの外にですかい？でもボスは軽率に動くなぁとのことですし、そればかり俺の一存じゃ決められないですよ、ジェーンのあれを。もちろん個人的な用事じゃないわよ。さっきは物資のことで一触即発だったでしょ。食べ物を調達する算段をつけてくるわ。物資が増えれば兄弟たちももう少しいい思いができるわよ。しのぎだけで生きていくのも楽じゃないんだから、少しは副収入があってもいいと思わない？なるほど。おっしゃりたいことはわかりました。けど、これもボスが決めた掟ですからね。俺みたいな下っ端に逆らう度胸は。ただ俺はご存知でしょ？あれが何でね。ちょっと考えさせてもらえませんか？その回りくどい言い方やめなさい。何が欲しいの？ホラー映画が見たいんです。それも、ポッターヒルのディレクターズカット版。ディスクでもビデオ屋でもどっち、で、どっちでも、ああ、ビデオデッキはありますよ。ビデオ借りてくんの？わかった子、それじゃここから出して。覚えとくわ。次からは何かしてほしいことがあるな、うだうだせずはっきり言いなさい。わかりました、姉子。いやー、ここの見張りがどんだけ退屈かご存知でしょ？ホロなんかじゃ外からの電波も届かないし、娯楽になるような動画は見れないんですよ。さあ、ホロから出る道へご案内します。よし、俺が連れて来られるのはここまでです。ここから先はピンク髪の小娘を探してください。俺たちの連絡係の一人です。何が欲しいとか、どこへ行きたいとかはそいつに言ってください。基本的なことは俺がフォローから出た時に伝えてありますから。わかったわ。あんた戻ってなさい。また、エーテリアスが集まってこないうちにね。わかりました。じゃあ行きます。映画、待ってますからね。うわぁ、ここは。あ、にゃん吉長官いるやん。かわいい。喋るか。ここにも治安官のマスコットがいるの。前のメリーな熱気がこっちまで。それはもうムンムンに漂ってくるわ。連絡係はまだ近くにいる。今接触したらバレちゃうわ。距離を取りましょう。なるほど。どうすればいいんだ？普通に外に出んのか。車みたいのはあんの？これは俺が乗っていいやつなんか。ああ、この人か。はーい、あたいはジェーン。少し傲慢そうな表情と敬意の雰囲気をたたえた若い女性がジェーンの方を向いて、じーっとチェーンの顔を見つめている。あたいの声に何かついてるかしら。山獅子組にこんな綺麗な人いたっけって。みんなレーザー見たくが、ガサツな男ばかりだと思ってた。それはお互い様でしょ。門番から事情は聞いてる。私は外でのサポートを担当している連絡係。どこか行きたいなら直接私に言えばいいし、中継地点に戻るときも私に行ってその辺にいるから。分かったわ、必要になったら会いに行くわね。そういえば早速お嬢さんに手伝ってもらいたいことがあるの。このリストをあげる。
書いてある物資を代わりに揃えてほしいの。お金は当たり持ち。あんたの取り分は調達にかかる額の3割をやってくれる。綺麗なだけじゃなくさっぱりしてるね。OK、物資は誰かしらに揃えさせるよ。ねえお姉さん、ノックノックで友達いない？あはは、物資を受け取った後でなら考えてあげるわ。それじゃあお願いするわね。よし、物資の調達はこれで大丈夫。次は万能カードキーね。おー、ルミナスクエーニ、オッケーオッケー。お姉さんどこかに行きたい？オーケー、治安局の巡回を避けられるルートを知ってるの。行きましょう。ここにもニャン吉長官いるからね。治安局の入り口にもマスコットがいるの。上司の目が届くところに立たされて、さぞストレスでしょうね。しかも彼は一日中ここにいるわよね。なんて考えてる場合じゃないわね。彼と目合わせちゃダメ。簡単にバレちゃうわ。任務が一段落したらここで良き市民になる方法でも教わろうかしら。冗談よ。これ帰ってくんのは別にええんだもんな。知ってるやつは知ってて、あれかもしんないけど。大丈夫か？着いたわ。ルミナスクエア部署ね。今回の組織戦は相変わらず機密扱いだし、あたいも治安局の人間ってわけじゃないから、大手を振って入っていったら捕まっちゃうわ。人目を避けていきましょう。こんな時間でも治安官が詰めてるのね。熱心だこと。普段はともかくこういう時は困りものだわ。中の人たちどうにかして引っ張り出せないかしら。ひどいお酒の匂い。もうすっかり出来上がってるみたいね。このまま放っておいたら他の市民にもちょっかいをかけ始めるわね。対策を考えるのはこの人たちを止めてからにしましょう。待って、一石二鳥の解決策があるかも。え、何？ああ、酔ったなんか集団がいんの？ここまでお酒の匂いが。はい、お客様はご注文のあれですよ。最高品質で、香り高い最高級品です。あなたは信じて、チャン局に駆け込みなさい。この男どもには何を言っても無駄。まずは引き剥がさなくっちゃ。わかったわ。何、僕が頼んだやつか、引く。早くしないとなくなっちゃいますよ。ほら、この先の個室です。わー、部長、お店からのサービスらしいですよ。突撃だー。こっちを、早く。さあ、走って、治安局に駆け込むの。一軍の人々がジェーンの手引きのもと部署に走り込み、テンションマックスのサラリーマンたちも、なんたらの治安官の制止をもろともせずに署内になだれ込んだ。わ、そう、これ、こうやって。よし、潜り込めたわね。あたいがいないってバレる前に、装備室の鍵を手に入れちゃいましょう。どうやって行くの？うわうわうわ、バレたらあかんやん。ちょっとどうやって行くの？こうやって行けばいいのか。通れる。あー、通れるわ。ザルじゃねえか。うわはは。内部装備室の鍵やロッカーの中、6桁のパスワードがいるわ。うわ、パスワードのヒントは小さくて書いてあるわ。忘れっぽいチャンカンでもいるの。不用心ね。最初の3桁の数字は？知らねえ。どこに書いてあるって？あ、こっちか。手がかり。立派な肌がたくさん、特に数字は見当たらないわね。最初に見つけないといけない、いかないのか。フォロー災害処理状況の記録表ね。この4つの災害は全部覚えてるわ。絶対違うな。ってことこれか。フォロー災害処理状況の記録表ね。いくつかの数字が何度も出てくるのがはっきりわかる。101。そのうち121209が現れた回数は2回。101213は2回。101218は2回。101225は3回ね。え？だから何？最初は101。ってことは225か。まあ、これしかないか。開いた酔っ払いもあんまり長くは持たないわ。急いで、内部整備室から万能カードキーを取ってこなきゃ。失礼します。やっと、装備室が開いたわ。もう万能カードキーを見つけたも当然。
部屋の電気はついていないけど、暗いところは慣れっこだもの。廊下の監視カメラはもし映っちゃってたら、中英ちゃんとパイロン長官に何とかしてもらおうかしら。おお、やっぱ知り合いなんだね。ジェーンは慎重に装備室に忍び込んだ。万能カードキーは治安局の中でも管理レベルの低い装備だったので、暗闇の中を手探りでもすぐに見つかった。装備室を出ると、ロビーでは酔っ払いと治安官との騒ぎがまだ続いていた。来て。万能カードキーは手に入った。連絡係の子に頼んだ物資はもう揃ったかしら。あとはあの門番に頼まれてなんとかっていう映画だけど、どこで手に入るのよ、そんなの。そういえば、ルミナスクエアって映画館があったわよね。ちょっと行ってみましょう。ん？この人に話すのか？ジェインはお気楽そうな口調で話しかけた。瞬時に彼女のまとう雰囲気は映画に興味を持ち始めたばかりのミーハーな女性のそれになる。あの、ここって映画を買えるんですか？映画を買う？それってフィルムごと買い取るってことか？おー、俺らよりクレイジーな映画マニアだ。かえて嬉しいぜ。何ボケてんのよ、ご本。お姉さん。多分ですけど、ビデオかディスク媒体の映画が欲しいんですよね。映画館では基本そういうのは買えないんです。なんだ、ここなら打てると思ってたのに、友達がホラー映画をおすすめしてくれたから探してたの。タイトルは山とか丘とかどうとかって感じだ。ちょっとその情報だけだとなんともだな。トラビス兄さんならひょっとしてわかるんじゃ。いや、俺もさっぱりだが、レンタルでも買わないな、いい店があるんだ。在庫も豊富で、ジャンルも手広く揃えてるし、何より店長が超のつく映画マニアだ。あんたの力になってくれるだろう。トラビス、なんか見たことあんな、この人。わあ、なんだかすごそう。なんてお店なんですか？ランダムプレイだ。この近くの6分街にある。駆け足で行けばまだ閉まってないと思うぞ。少なくとも6分街で映画を探せそうってことは分かったわね。よしとしておこうかしら。地下鉄ならすぐだろうけど、今のあんたの身分じゃあんまり使いたくないわね。あたいの身分。連絡係者のところに戻りましょう。あの子が何かいい方法を知ってるかもしれないしね。お姉さんどこに行きたい？六分街。ああ、こんじんまりしたとこだよ。来て。治安局のパトロールを避けるルートを知ってるから。そうそう、お姉さんが欲しがってた物資、ほぼ集まったから後で渡すね。物資は手に入ったし、万能カードキーもゲットできたわ。残るはあのビデオ屋ね。そのビデオ屋とやらを探しに行くとしたら、ランダムプレイだったかしら。目と鼻の先にあるわ。あ、なんて。なんちゅった？前か。待って、犬。あ、寝てる。シー、おとなしく寝ててちょうだい。いつの日か、あんたの新聞に嫌なニュースが載らなくなる日が来るといいわね。おほほほほ。ここにもニャン吉いるんだよな。ゴミ箱の横に立ってれば、ご苦労様だこと。そういえば、彼ってどこにでもいるわね。着ぐるみに入ってるのは、当然同じ人よね。いや、どこなんだ。ルミアスケにあるのと同じラーメン屋じゃない。親子経営なのかしら。探してるビデオはこの辺のはずね。おぉ。酔っ払い。あ、かわいいのいるよ。こんなに遅くまで働かなきゃいけないってなんて、この3匹も大変だわ。でもこの子たちが楽しそうにしてるのを見てたら、なんだかあたいもやる気出てきちゃった。引き続きビデオを探しましょう。あー。可愛いものには目がないって感じなんかな。てかこのさ、ここにある飴。前回エレナにあげたやつちゃう。前かそれは。ここだ。18社がいんのかな？数分前、6分街の地下鉄通路の外、ルミナスクエアから戻ってきたアキラとリンは家に向かって歩いていた。やっと帰ってこれたよ。あの治安官のお姉さん、更新手続きはすぐだって言ってたのに、結局夜になっちゃった。お腹すいたなぁ。あーってことは、あの後の話ってことか。手続きが終わってからもルミナスクエアを延々とぶらついていたのは誰だい？こんな時間になってしまったのは治安局のせいじゃないと思うな。ああ、お兄ちゃん治安局ビーキだ。そりゃちょっとだけブラブラしたけど、そもそものきっかけは治安局に呼びつけられたからでしょ。ほらビデオ屋の方はおかげで何もできなかったし。だからそれもさっさと帰っていれば
分かったからつねらないでくれ。リンもお腹が減っているだろ。戻って店内を一通りチェックしたらご飯を食べに行こう。誰かさんの町遊びで店を開けられなかった分、何を食べるかは僕が決めるべきだな。そんなのあり？お兄ちゃん、どうせまたラーメンじゃん。そうだ、賭けをしよう。ビデオ屋の前でお客さんを待たせてなかったらセーフってことで。そしたら私が決めるの。その賭けはもう決まってるな。その賭け負けちゃうよ。教えてあげたいわ。あら、ごめんな、お嬢ちゃん。今日はラーメンを食べてもらうことになりそうだわ。どちら様？二人はこのビデオ屋の店長さんよね。あたい、映画を借りたいの。その後、ランダムプレイ店内。なるほど。山にまつわるホラー映画ですか。そのキーワードだけだと。ごめんね。タイトルを聞いたとき、すっかり上の空だったの。やっぱり難しいかしら。お、後ろに18ちゃんいるね。探しがいはありますね。ただそれだけでなく、今日はもう看板を下ろしていまして、レジを開けたり会員の手続きなんかをするのは。あら、そうなの？店長さんを困らせちゃうのはちょっとね。映像を専門にしてる他のお店にかけてみようかしら。よかったわね、お嬢ちゃん。あたいはまだお客さんとまでは行かないから、今夜はラーメン以外の選択肢もあるわよ。いえ、待ってください。わざわざうちに来てくれたんですから、やはりその誠意に報いる努力はすべきですね。ラーメン食べてんかよ。どんだけラーメン食いてんだよ。あら、本当？あたいのためにわざわざレジを開けてくれるのかしら。とりあえず何かに書きつけておけばいいですから、大丈夫ですよ。お兄ちゃん、今頭の中でそろばん弾いたでしょう。さて、何のことやら。僕はただランダムプレイが映像を扱う店として、ここに並ぶ専門店なんて存在しないと証明したいんだ。というわけで、お客さん、この映画を見たがっているご友人について教えてくれませんか。度胸はある方かとか。度胸ね。あるふりをしてるけど口先だけね。実際に何かしようってほど肝は据わってないし、なんだかんだと言い訳するのが得意なの。それを言うだけで分かっちゃうの。ホラー好きとしては入門レベルだね。お兄ちゃんと同じくらい？あ、最近入荷したホラーの中からお兄ちゃんが見れるやつで絞ってみたら？あのね、リン、僕を変な基準にしないでくれ。これでもビデオ屋の経営者だ。いざとなればプロ根性で全部見るとも。へえ。じゃあ今日晩ご飯食べたらホラー映画鑑賞マラソンね。まあ、あえて言うなら静寂の谷とザ・ビッグホロー、それにポッターヒルの3本なら見れなくも。ポッターヒルみたいなの言ってなかったっけ。静寂の谷は聞いたことあるわ。あたいの友達が探してるのとはちょっと違うかもだけど。そうなの？まあ山じゃなくて谷だしね。ザ・ビッグホローは山って感じのシーンはちょっとしかないし、そこ自体はホラーでもなんでもないから、残るはポッターヒルだね。寒風吹き荒れる山で凶暴極悪なチェーンソー怪人がバックパッカーに魔の手を伸ばす。刺激強めのアクションシーン、飛び散る血しぶき、大体どのシーンにも取れちゃった手足とお腹の中身が映ってるよ。今夜は野菜ラーメンにしよう。その感じだとポッターヒルで間違いなさそうね。店長さんたち、どうもありがとう。すっごく助かっちゃった。あんたたちのことは忘れないわ。あ、待ってください、お客さん。お釣りはいらないから、妹さんに甘いものでも買ってあげてちょうだい。あたいのおごみ。またね。うわ、あのネズミのお姉さん、颯爽としてたね。憧れちゃう。まだ帳簿に名前を書いてないと言いたかったんだけれど。
ライセンス更新の手続きから数日後、ランダムプレイ店内。え？これで終わり？いや、終わってはないよね、多分。リンと話そうって言ってんな。これは一旦ここまでにしましょうかね。多分続きみたいなのは次回やっていこう。なんか。おい、お前何やっとんだこら。怪しい調査員。メモもあるな。ジェーンが来たが、まあ、このつながりはいつかあるかもしんないな。まあ、治安局とのつながりっつうのは、つかなからずあるからさ。まあ、でも、あれだね、三章の終わりの後の話だということが分かってよかったわ。バレーツインズ、あの後使われてるってことやんな、つまりは。なんちゅうことや。はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。